どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、ブラオレの第3話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね。最高の思い出をというところで、まな形はですね、 マミが転校するまでに、まあ、最高の思い出を作ろうっていうことで、アイスホッケーの試合をしようとしていたわけなんですが、まあ、それをね、こう、まあ、断ることなく認めてくれたっていう松永監督もですね、まあ、優しいなっていうふうなことをね、思ったりしました。まあ、とはいえね、ま <laughs>、そんな松永監督も、マナカたちがですね、本気でアイスホッケーに取り組むっていうふうに、 ここう言ったことでです、ね、まあめちゃめちゃ心の声がね喜んでいたりするっていうところがですねなかなか笑ってしまったなっていうところですねそうまあでもねこうアイスホッケーに本気で取り組んでくれるっていうことをね聞けば、まあ、指導者の立場からすれば嬉しいよねっていうのはねわかる感じではありましたね、まあ、にしてもねマミが転校するっていうのをね アイスホッケーの体験に初めて行った時には既、まあ、に知っていたんじゃないかっていうルコの推測ですねなんかこれに関してはなんかそれを考えると全部つながったっていう感じでですね、まあ、ものすごく納得感があるところではありましたねそうなんかすごい確かにつながった感じというかねそうあんなに必死にアイスホッケーまた来週も行こうって言ってるところがね、まあ、すごい納得がいったな っていう話だったんですよね。またね、こう、試合に向けての、こう、松永監督の指導ですね。まあ、これも今までとは別人みたいっていう風に言われていたわけなんですが、それだけ今の指導がね、本気だっていうところが伝わってくる感じでしたね。なんかそういうところで熱が入ってきたなあっていうところで、まず一つ目の感想である、最高の思い出を というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、試合までの日々というところで、試合までの2ヶ月半の間にですね、マナカたちが、こう、必死にね、練習に取り組んでいたりしたわけなんですが、マミがですね、試合当日に、こう、飾る横断幕ですよね。まあ、これを作ってきたりしていたりするっていうところで、 まあこう作ってきてるっていうところでかなりね、うるっとくるところではありましたね。またね、松永監督からのまあ練習メニューをですね、まあナオミがリコと一緒にこなしていたりするっていうところとかね、なんかすごい見ていて微笑ましかったなというところで、あとはね、練習終わりにマナカとリコとナオミの3人がですね、まあこう温泉に入りながら、まあいろいろと こう話をしたりしているっていうところもね、なんかすごい平和な感じがあってですね、まあ見ていてほっこりするというか、なんか癒されるというかね、なんかそういう感じではありましたね。まあ、個人的にはですね、その、まあ、入浴が終わってからですね、まあその後のところで、真中と彩香のおばあちゃんですね、まあおばあちゃんと直美が、こうまあ同じ作者が好きだったっていうところで、 まあ、その、本の話題ですよね。まあ、これでめちゃめちゃ盛り上がっていたりするっていうところもね、すごい面白いところではありましたね。そう。まあ、でもね、こう、普段はあんまり喋らない、なオミがね、喋っていたりするのを見ると、いや、本当にその作者さんのことが好きなんだなっていうところがね、まあ、感じられる話ではありました。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、試合までの日々、 とというところ終わっておきますでですね次3つ目の感想に入っていくんですが負けたとはいえというところで愛花たちがですね山梨のジュニアチームとの試合にね、ま、結果として負けてしまったわけなんですが、ま、全員がですね楽しかったっていう気持ちで、ま、試合をね終わることができたっていうのは本当に良かったなっていうふうに思いましたね。 まあ、でも前半の10分はですね、まあ緊張して、こう、動きが固くなっていたっていうことで、まあ、あっという間にね、相手に7点も取られてしまっていたわけなんですが、まあ、津永監督からの言葉で、まあ、こう、悔いが残らないようにっていうところで気を引き締めた、まあ、後半戦はですね、まあ、1点を返した上にね、まあ、点を取られたっていうのもね、2点に抑えることができたんだっていうところで、 まあその前半と後半ですごい変化だなっていうことを思ったりしました。またね、真ん中がつないでもらったバックをね、まあ意地でもこうゴールまでゴールに決めるって言って、ちゃんとね、決めたところがね、本当にすごかったんですが、まあこの時のマミに対しての思いですよね。まあそういうところが溢れてるっていう感じがですね、 個人的にめちゃめちゃ好きなところだったりするという話ですね。うん。本当にそういうところが良かったわけなんですが、あとはね、こう、マミがぼーっとしていたっていうところから、みんなが自分のために頑張ってくれてるんだっていうところで、まあ、根性を見せるところですね。まあ、これもなかなか良かったなっていうふうに思ったりしました。まあ、そういうところで、三つ目の感想である、 負けたとはいえ、というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回で、マミが引っ越していったわけなんですが、まあ、アイスホッケーをね、続けるっていうのは、まあ、わかりやすいところではあったんで、まあ、近いうちにですね、真ん中たちのライバルとして、同情したりするのかな、っていうふうに思ったりしました。 またね、マナカ以外のみんながですね、駅までこう見送った後、マナカ一人だけこう自転車でマミの乗ってる電車を追いかけてくるっていうところがね、まあすごい見ていてこう、まあ、なんていうかね、こう感動的な別れというか、そういう感じがあって、うるっときたところではありました。それとですね、ラストで松永監督にお願いの電話がね、かかってきていたわけなんですが、 まあラストで出てきたこと何か関係があったりするのかなっていうところでまあ気にはなっているところではありますね、まあ、とりあえず次回の話からねどんな風に展開がねまあ話が展開されていくのかそれがね今から楽しみですというところで今回のプラオレの第3話の感想ですねこちら終わっておきますで えー、先週、先々週でですね、第1話、第2話の感想をね、語ってますんで、よかったらそっちもね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの2話の感想と、役ならバグカップもの2期の3話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったら こっちの日本もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、コミさんはコミショーですの第3話の感想と、真の仲間の第3話の感想、そしてですね、白い下のアクアトープの16話の感想と、スカーレットネクサスの17話の感想ですね、この4本、1、2、3、4と更新しますんで、 よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。